トゥワイス、ナヨンのウサギ前歯がなくなったとワンスが騒ぎに。トゥワイスの不動のセンターナヨン、パワフルなボーカル、細やかなダンス、そして可愛らしさもセクシーさも兼ね備えたビジュアル。去年はトゥワイスから初のソロデビューを果たし、タイトル曲のポップはナヨンの魅力と実力が詰まった最高の楽曲でしたね。そんなナヨンのチャームポイントの一つはナヨンの前歯、上額の前歯の中央にある2本の歯のうち左側の歯が少し突き出ている状態で、この歯の形状がウサギの歯に似ていることからファンの間ではウサギ前歯と呼ばれています。そんなナヨンのウサギ前歯がなくなったと海外ワンスで大いに話題になりました。話題になったのはマリクレールコリアの公式ツイッターに登場したナヨンの映像。30周年を祝うコメントを残したナヨンですが、綺麗に整った前歯に注目が集まりました。黒のトップスと後ろにまとめた髪、そして白い肌に真っ白い石が出顔を見せたナヨンですが、以前のウサギ前歯ではなくなったように見えます。矯正手術を受けた可能性が指摘されています。これについてツイッター上ではナヨンとウツとティース、バニーティースがトレンドワードに上がっていました。ナヨンのウサギ前歯はナヨンのチャームポイントで、ウサギ顔アイドルとして愛されていたので喧嘩に悲しむ声が相次ぎました。ファンの反応はウサちゃん前歯じゃなくなってる、個人的には直す前の方がナヨンちゃんらしくて好きでしたけど、本人がしたくて決断したことならそれが一番ですね。ナヨンの前歯ショックすぎて動けないかも、可愛いと思われてキャラ立ちされてても本人は嫌だったのかな。ナヨンの歯がいつの間に変わってる、ナヨンちゃんも前歯直したのか、ウサギ前歯可愛かったのに本人はコンプレックスだったのね。しかしナヨンはそんなワンスの不安を吹き飛ばしてくれる動画をアップ。自身のインスタグラムにおやすみという文字とともに短い動画をアップしました。その中で口は閉じているけど前歯だけが見えているシーンがあり、ナヨンの前歯は健在だったと喜ぶワンスが多発。ナヨンちゃんの前歯結構ウサギの歯のままで安心した、海外ワンス結構悲しんでたから相当変わったのかなとか思ったけど、そんなに変わってないじゃん、ナヨンちゃんの前歯が健在で安心した、やっぱりナヨンさんは前歯がないと。矯正や整形手術をすると批判の声が上がりやすい K-POP 界ですが、こんなにも愛されているナヨンのウサギ前歯は唯一無二ですね。これからもウサちゃんナヨンが見られることにホッとしました。TikTok では切り抜き動画、ブログの記事でもご覧いただけます。コメントや高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。